この動画ですね、メルカリからついにですね、禁止行為ですね。まあ、ぜひ、こういったメールが来てるってことで、ぜひね、注意していただいていいかと思います。はい。こちらですね。これですね、8月25日の2時に来たんですね。禁止され出品物ガイド改定って来たんですけど、これちょっと見ていただくとわかるんですけど、知的財産権ですね。はい。どういった内容かと言いますと、まあ、こちら書いてある通りで、まあ、商品名、商品説明、まあ、いろいろあるんですけど、ブランドですね。ブランドキャラクター名をね、記載をね、ですね、禁止することですね。はい。まあ、ついに来たかって感じですけどね。あと、ブランド品のロゴデザインですね。まあ、例えばですね、よく目立つのが、まあ、某有名なルイ・ヴィトンとかね、まあ、グッチとか、こちらの方も、もう多分出品がね、できないような気がしないでもないんですよね。はい。アニメの方もね、結構有名なキャラクターの類似品みたいなの出てますよね、メルカリで。まあ、これももう出せないですよね。はい。で、まあ、こういったのはね、まあ、かなり問題になっていて、苦情とか多い、結果ね、こういったふうになってるかと思うんですよね。ついに、メルカリ、重いね、腰を上げたかって感じですね。はい。これ規制なんですけど、2020年ですね。9月1日火曜日からね、もう少しでね、規制入ります。はい。なので、ぜひね、おそらくですね、これ、まあ、規約違反になりますと、アカウント削除ですね、と利用制限入りますので、まあ、ちょっと怖いですよね。もう書いてある通りなんですけど、はい。なので、ぜひね、今ね、こういったの出してる方がいましたら、まあ、これ、下げてね、もらってね、良ければいいかと思いますね。はい。まあ今後ね、メルカリは以前から厳しいんで、さらにね、厳しくなっていく可能性が高いので、まあ転売ね、向き不向きっていうことに考えますと、まあ向いてるには向いてるんですよね、やっぱりね、集客高いので、まあぜひね、こういった、まあ規則ね、規則がどんどん出てきますけど、まあぜひ気をつけて出品していただければ、ね、いいかと思います。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、何質問とありましたら、登録をよろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。